ショートの前、紅林、一塁アウト。まあ、見逃せばボールかなというところですからね。ここはちょっと積極的が裏目に出ましたよね。そしてチャンスに強い中村翔吾はそうですね、歩かして、まあ、4番引きですからね、まあ、ここで多分代打が来ると思いますけども、ここは中村翔吾とは勝負しません。申告敬遠です。そして菅野が出てきます。このサヨナラのチャンスで菅野です。もう外野はかなり前に来ています。初球から振っていきました菅野。バットがでかかった。振っていないという、ワンボールワンストライク。ここは菅野がしっかりと見ます。まあ、よく見ましたよね。ツーボールワンストライク。速い球、阿部も気合が入っています。いいですね、この表情ね。このインサイド思い切って突っ込んでいきますからね。はい、この場面で。さあ、カウントがツーボールツーストライクになりました。センターの福田がセカンドに来ます。セカンドのポジションに来ます。内野5人体制になりました。バファローズは内野5人です。外野が2人。アウト。ホームはタッチアウト。ご覧いただきましょう。ちょうど外野が守っている前に来ました。いや、外野2人体制にしていたんですが、ホームはタッチアウト。